アンカー韓国牛農家が最大の危機を迎えています。低価格を前面に押し出した米国産牛肉の構成に最近はいわゆるキム・エイ・ラン法の直撃を受け、韓牛自給率40%台が崩れました。レポート米国産牛肉の専門店です。牛肉6 0 0ムを注文したが、厨房前の計量器には、 注文量の2倍、1200グラムが表示されます。すべての牛肉メニューがワンプラスワンで、男性6人が思う存分食べても価格は5000円足らずです。インタビュー、ハニューンソク、会社員、豚肉より安くてたっぷりて、お腹がいっぱいになるまで食べても肉が多く残っています。韓米 FTA 発行で、 米国産牛肉にかけられていた関税40%が26%まで下がり、価格を引き下げたためです。これにより、昨年米国産牛肉の輸入量は34万トン。歴代最大を記録しました。問題はカンウシです。輸入牛肉構成に続き、最近はいわゆるキム・エイ・ラン法の影響で、 牛販売量はますまますすす落ちています高価な缶牛ステーキを無料試食に登場させ、鑑式熟成法を活用した高品質缶牛商品の販売が開始されるなど、生存アピールに全力を使うが、缶牛自給率は、心理的阻止線である40%まで崩れてしまいました。血統が良い双子の子牛が生まれても、この缶牛農民には、 喜びより心配が先行しています。インタビュー本ジェギョン、カンウシ農民、育てても元手に忙しいから。電気代や飼料、税の負担が多いので、食べて暮らすのが心配です。カンウシ協会は、24日から、大々的な消費促進イベントに入る計画だが、輸入牛肉には、キム・エイ・ランホー。 口ひずめ駅まで30区に直面した燗牛農家の春の日はだんだん遠ざかっていますこの記事を読んだ韓国人の反応牛肉の価格が落ちても市場価格は落ちていない流通業者がしっかりしろ中抜きがなくならなければ燗牛の消費量が増えるはずがない産地価格は低下しても消費者価格はびくともしないこの国が持ちこたえようとするなら 大企業と流通が変わらなければならない。燗牛はとても高くて、外国産より途方もなく高く、飼育頭数を画期的に増やしたりしないと、外国産に価格で対抗できないだろう。燗牛が高いのは、中間流通網のためだろう、それで売れないのだ。燗牛は、品質に比べて、非常にバブルを引き起こし、一時は、 高価なレストランで食べたりもしたが、実際は、米国産オーストラリア産とあまり差がない。缶牛は、世界的に認められる品種でもなくて、高い理由がないのに。缶牛を1 2キロも食べたら、